共産党政権の発足以来、世界で1億人を超える人々が死に追いやられました。このことと共産主義の起源にはどんな関係があるのでしょうか。共産党に関する9つの論評、編集部が発表した共産主義の最終目的では、この問いに明確な答えを打ち出しています。強制的な集団化、政治的粛清、思想改造は、基金や大量虐殺、

100年間で1億人を超える人を死に追いやり、20世紀における人類最大の悲劇となりました。このことと共産主義の起源にはどんな関係があるのでしょうか？マルクス主義は根本的に人類の文明持一種完全否定の立場。所有人類文明の存在に存在の、例え本の自由、民主、私有制 なぜ共産主義理論は人類を敵としたのでしょうか共産主義の最終目的第2章に知られざるマルクスの姿について説明されています。幼少期にキリスト教信者だったマルクスは 少年時代に悪魔教の影響を受け、サタニストとなりました。マルクスは18歳の時に、戯曲、オーラネムで、黒ミサの様子を次のように描いています。破滅、破滅。荒ぶる叫びとともに、全人類に対する呪いの言葉を発する。 暗黒の中で、底なしの地獄の裂け目が、君や私に向かって同時に口を広げる。君はそこに落ち、私は大声で笑いながら君を追い、君の耳元でつぶやくだろう。私に続け、どうしよう、すべてを飲み込むものが存在するのなら、この世界を破滅させるため、私は飛び込むだろう。マルクスは、 演奏者や蒼白な少女、絶望者の呪文といった他の作品の中でも何度もサタンへの追従、人類の滅亡という幻想を表現していました。また父親に宛てた手紙の中でマルクスは自分の心身が亡霊、魂に占領されたと語っています。1848年、30歳にもならないマルクスが

宗教や信仰の自由を破壊しました。そしてまた、宗教信仰に由来するモラルも破壊してしまったのです。人类社会它是有一个普世的价值的，这个价值是从神那儿来的。中国人一讲“道之大，原出于天，天不变，道义不变”。只要这个天还在的话，这个道就是不变的。他以这样的一个基础出发的话呢，他建立这个道德体系是一个非常稳定的。共产党所作所为，他就是在有意的去败坏人的道德。 道徳を破壊した後は、共産党は闘争哲学を用いて人々を煽り立て、終わりのない政治キャンペーンに投入させました。你会发现，所有的共产党国家，这都是伴随着大规模的暴力屠杀、对人的洗脑、对人性的扭曲、大量人口的死亡，每一个都是这样的。从这个科学的角度来分析的话，就是理论一开始是错的。如果从现实的角度来说的话，它实际上就是一本魔教的经典，这才是它造成这么巨大灾难的原因。 共産主義の最終目的は、申請の角度から、共産主義の起源は邪悪な幽霊であり、人類の破滅を目的としていることを明らかにしています。NTD ジャパンがお伝えしました。